社長はじめメンバーの仲良しさにびっくりしました。自分が思ってる以上に自由だなっていうのが新鮮でした。まあ、人の温かさは結構都会にはないのかなと思います。新しい技術を身につけたいなと思ったので、時代の流れが IT に向いていたので、研修制度が整っているから安心して、まあ、飛び込むことができるところ、みんなで住んでるので、まあ、楽しいところもあるし、やっぱり未経験からでもっていうのをすごい言ってたから、確実に乗り越えていけるっていう感じがしております。やっぱり自然に囲まれて生活するっていうのが、なんかこんなにも心地いいものなんだなっていうのは、自分自身の、まあ、新しい挑戦がすごく多くできるような会社なのかなっていうふうに思ったので、デザイナーとしてのスキルをより高められる、まあ、熱い気持ちを持った仲間たちがいっぱいいるんじゃないかっていうところで、もともと自信がなかったので、その自信をつけるために、まあ、人の力を超えた部分がすごい魅力的で興味を持ちました。道場とか部活とかが一番やっぱイメージ近いのかもしれないですね。まあ、当然仲良くみんなでワイワイ褒め合って承認し合ってみんなのいいところを伸ばし合っていこうっていう文化はあるものの、まあ、当然ですけど一人一人には達成したい目標や実現したい夢があるわけで、そこに向かってみんな努力していくわけだし、甘っちょろいことを言ってるわけにはいかないわけで、ね。